見るってことはなくて、だけどまだ映画には音楽がついてないことなんですよ。まだ要するに補正映画としてます、陶器映画。映画のみで音がついてない。なんか喋ってるセリフが下にちょろちょろ。そういった時の音楽っていうのは、例えば馬がパカパカ走るとき、パカパカする音をその場でやらなきゃいけないんですね。でそういう流れからおそらくこういう曲っていうのが出来上がって、具体的な音っていうのをそのまま使っちゃえ。そのタイプライターを弾いてる、叩いてるシーンが映像であっても音は出てこないんですからね。それにつける音楽としてちゃんとタイプライターをカチャ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 やるだろう。そういった流れからその具体音楽っていうのが非常にこう起こっていく。
何やってるんだと、すごい大の大人が扇風機をわーっとこうやって遊んでて何やって思うかもしれないけど、実はこういうところにとんでもない落とし穴と発見っていうものと取りこぼしあるんです。だからもし皆さんがこれから音楽をやっていく、まあ、音楽を、まあ、どういう形でもいいんですけれども携わろうとするときに一番大事になってくるのはやっぱり音です。音とは何かっていうこと。で、まあ今日ね、その子にもあるんですが、作曲家にとって音とはっていうふうなタイトルがありますけど、私たちにとって音っていうのは一つの素材です。素材です。だから これはただ単なる扇風機です。目の前に置いてある単なる扇風機なんだけれども、ここからどれだけの可能性とどれだけの音っていうものを僕から得られるか、それもしかも確実に得られるかっていうことを一個ずつ吟味していくっていうことで、まあ、それはまあ一つ作曲家にとって音っていうのを探すっていうことの重要手順ではあるんだけれども、例えばまあ皆さんご存知かわからないですけど、現代音楽だったらスペクトル楽派っていうフランスのね、その20世紀に起こるんですけれども、つまりいろんな音を倍音分析、スペクトル分析していて、その倍音を全部演奏させていくっていうような流れが出てきたときに、その人たちにとって音っていうのは一物理現象ですね。音を一回物理現象、単なる音の波だ、ただ単なる空気中に伝わってる波だっていうふうな捉え方をすると、いろんなまた可能性も出る。だから私たちは音っていうものをいろんな捉え方をしなければいけない。これは音波でもあり、こういうものから出てくるいろんなものの音の、その集合体なのでありっていうような、いろんなことを考えながら音っていうものに向き合っていかなければならないです。皆さんはひょっとすると演奏家に将来なられるのかもしれませんけれども、もし音をそのコントロールするっていうね、そのお仕事にもし疲れるのであれば、やっぱりもう一回音って何だろう、音っていうのは一体どういうことだろう、じゃあ自分がどういうふうに音を発することをすればいいのかっていうことを一回やっぱり立ち返ってほしいんですね。そのためにこういうちょっとバカげたことかもしれないけれども、ここからいろんな音をこう真剣にね、見つけていく、もちろんバイオリンだったらもっといろんな音が出るんだろうけど、そこからいろんなこう音をこう立ち上がらせるっていうことをもう一回やっぱりやった方がいいかなというふうに、僕なんかは思います。